はい。ドレスコードのスニーカー、大体在庫処分が含まれがち。いやそんなことないですか。まあまあまあね。お店に言うんじゃないですか。ああいうことやってると、はい、ブームは早く終わると思う。それよりあれ見ました。あれですよね。はい。はい、シュプリーム、ウィーク14の、ワラビーとのコラボですよね。そうそうそう。はいはいはい。あれ、ちょっとびっくりでしたね。クラークス持ってませんでした僕も履いてましたね。はい。で、90年代の話なんですけども、はい、90年代に、クラークスのワラビーと、デザートブーツと、デザートチャッカの3パターン僕持ってましたね。90年代の、もう96年か。もうめちゃくちゃ流行ってたんで。流行ってました。クラークスの靴履くっていう。僕も持ってましたから。ね、もうチノパンとかね、まあ、ヴィンテージの、例えばリーバイスのビッグインに合わせたりとかって、もう結構いましたからね、街にめちゃくちゃ。はい。それで、僕が持ってたのは、英国製やったんですけど、はい。で、今回そのシュプリームが、コラボしてる形はワラビーなんですけど、はい、はい。ワラビーに関してなんですけど、まだこれも90年代の話あるんですが、90年代に、イギリスのブリッドポップっていうのはすごく盛り上がってまして、例えば、コアシスだったりとか、ブラーだったりとか、と、まあ、バーブであったりとか、パルプであったりとか、それで、まあ、その中でも一番爆発的に売れた、オアシスの、ギャラガ兄弟、仲の悪い、あの兄弟二人が、もうクラークスのラビーめちゃくちゃ派手なんですよ。もう雑誌とかで、その、ライブの写真を見るたびに、足元見たら、もうワラビーやったみたいな、があって、それで、さっき言ってた、バーブの、リチャード・アッシュクロとか履いてるんですけども、ザ・バーブのアーバンヒムスかなっていうめっちゃ有名ないいアルバムがあるんですけど、それのアルバムのジャケットで履いてるのもクラークのワラビーでしたね。はい、そういえば、はい、シュプリームと、ワラビーって、はい、16年の SS でもコラボしてませんでした。やってましたね。そうですね。はい、確か。この辺に、画像出ると思うんですけど。はい、で、少しちょっと話前に戻るんですけど、はい、さっき言ってたオアシスの、はい、ギャラガー兄弟の弟の方の、リアム・ギャラガーなんですけど、自身の、プリティ・グリーンっていうブランドを持てまして、このクラークスの、デザートブーツかなと、コラボしました。はい、で、そのコラボの話で言うと、藤原ヒロスさんの、ユニフォームエクスペリメンツと、このクラークスがコラボしましたね。ああ、なるほど。結構コラボしてるんですね。結構多いですかね。でもなんか、あれですね、他のブランドでクラークスのワラビーとコラボしたっていうのはそんなに、なんですかね、有名になるっていうことはないんじゃないですかね。このシュプリームのことで、今回このバンナナ柄のシュプリームの、ワラビー見て、はいはい、クラークスやんねやっていうふうに、ちょっと僕自身になりましたからね。はい、あ。まあ、以前にその16年の SS にやってたっていうのは知ってるんですけど、でも、ね、今回の方が僕的にはちょっとインパクトがありましたね。ああ、そうなんですか、ね。例えば2018年もやってましたけど、はい、あれはシュプリームですよね。あれはワラビーじゃなかったですね。クラークスですよね。うん、はい。でもワラビーじゃなくて他のやつですよね。ああ、そうですね。形が違いましたね。ウィーバーっていうやつかな、確か。はいはい。例えば見て思ったんが、これね。はい。はい、バンダナ柄のやつって、なんか、バンダナがなんかよくわからない。最近多いですか。まあ、ピーズリーって言い方もできますけど、まあ、これは、まあ、バンダナ柄でいいんじゃないですかね。最近多くないですか？多いですね。はい。僕がですね、この間、坂井とナイキの LD ワッフルの靴を手に入れたときに、当たってましたね。はい。もう、靴と一緒に、もう、今季の服も合わせてしまえと思って、うん、坂井のサイト見てたんですよ。はい。そしたら、SS の、まあ、19の商品なんですけど、シャツと、ショーツの柄がバンダナ柄であって、はい、まあ、それは、レインスプーナーっていう有名なハワイアンシャツの、生地を使ってるというか、やつなんですけど、まあ、それもバンダナ柄なんですけど、はい、と、それと同時にですね、まあ、数年前からなんですけど、日本のブランドで、ビズジムが、バンダナ柄を取り入れたアイテムが多いんですよ。はい。で、今季もまあ、そんなアイテム出してるんですけど、はい。で、ちなみにですね、ドレイクが、そのビズジムの、バンダナ柄のジャケットを着てました。え、あれでしょ？インスタでしょ？インスタですね。多分 NBA の、あれだと思うんですけど、試合観戦してた時だと思うんですけど。ドレイクめっちゃ試合見てません？見てますよ。まあ好きなんじゃないですか、めっちゃ。あ、なんで。まあそんなんとこもあって、ちょっと、まあ今年に関してバンダナ柄が、この SS は、まあ、なんかちょっとビッグトレンドになってるのかなっていうふうにちょっと感じましたね。ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、ドレイクはNBA 観戦してる時のあの盛り上がり方って、はい、曲のイメージとちょっと合ってない感じしますね。あー、そうですか。うん、はい。まあドレイクそうですね。まあでも声セクシーですけどね、ドレイク。うん、はい。なんか。
ドレイクはあれですよ、北朝鮮と日本ぐらい聞かれ、だけだしですね、聞かれてないよ。って言いますよ。はい。なんか、他の国じゃめちゃくちゃ聞かれてて。はい。もうなんか、タイとかで、タイとかの留学生に、日本に来た時に、ドレイクとかどう思うって聞いたら、もう、どこでもかかりすぎてるんで、もうちょっとトゥーマッチすぎると。っていうふうに言うぐらいらしいですよ。はい。でも、それぐらい日本とね、北朝鮮ぐらいじゃないですか、聞かれてないの。いや、それ聞いてる方もいると思うんですけど、もう、何ですかね、マイケル・ジャクソンのビート・イットぐらいバチでかかるみたいな、はいはいはい、そういうんじゃなくてっていうんですかね、はい、まあ、今後もこういうアイテム軸に、はい、まあ、ファッション僕らが知ってるようなことをお伝えできたらなと、ね、はい、まあ、もっとね、いろんなことをね思い出して、うん、はい、話せたらいいんですけど、何かをきっかけに、そうですね、はい、まあ、今はアイテムをきっかけに、そうですね、はい、たくさんキーワードがあれば、まあ、そうですね、そうですね、その点を線につなげるみたいな感じ、ね、ようなことができると思うんですけど、はい、まあ、気になる方は今後もこういったことを話していくので、はい、チャンネル登録の方をしてください、はい、では、本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノイズでした。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.